ところは徳川家康様を支えた伝説の忍者にございますので、皆様最後まで存分にお楽しみくださいませ。そしてその後は我ら名古屋おもてなし武将隊の演舞の時にございます。我らは名古屋を世界一の観光都市にすべく日々戦をしておる400年前よりよみがえりし物の不中団にございます。そんな我らの演舞も最後の最後までお楽しみくださいませ。おそれでは侍忍者ショー始まり始まり発射。徳川家康の命を取らず、そうはさせぬ。主君徳川家康様の命を我らがお守ります。これよりは
忍術披露の時間じゃ。さあ、この度忍術を披露してくれるのは一撃の校長にござります。さあ校長殿、この度は皆様に何を見ていただきまするか。あ、拙者の名の通り拙者の一撃を皆に見ていただきたいと思います。ほう、この度はまずは木の板を一枚割っていこうと思います。なるほど、では早速やってまいりましょう。お願いいたします。参りまする。校長殿、おそらく客人の中で、いやわしでもできると思うてる者はおそらくおると思う。まあ確かに、ゆえにもうちょっとすごいのあるか。大丈夫、ちゃんと用意してあります。大丈夫。あ、次は木の板よりももっと硬い瓦、こちらを一度に5枚、5枚も割っていこうと思います。なるほど。あ、いや重そうなの来たな。それのことじゃな。そうそう、それのことじゃ。せっかくじゃ、どれほどの硬さか皆にしてもらおう。これはコンコンしていただくのがいいかの。コンコンコン。どうじゃ。硬い。ただでさ1枚でも硬いのを一気に5枚割るというわけですな。あ、さようでござる。よし、では校長殿、あ、やってまいろう。お願いいたします。あ、忍法上部一撃。はっ、このように日々鍛錬を繰り返し忍術を得得いたし申した。故に国王殿だけではなく拙者三兵衛義理我ら忍者隊全員が忍術を持っております。ぜひともですが、また他の忍びの忍術も見に演舞を見に来ていただければ我ら嬉しゅうござりまするが、ゆえどうぞよろしゅうお願いいたします。それでは最後に我らの剣舞じゃ。ソフトをご覧あれ。正しき心、忍びたるもの忘れはせん。心に刃つらくとも、共に生きる皆のため笑顔と勇気を届けようぞ。我ら服部半蔵忍者隊ここに水産。
ら忍者隊の演舞はいかがであったか。ありがとうございます。さあ我らは実は武将のふるさとであるこの愛知県、武将観光をより一層盛り上げるべく日々この名古屋城に出陣いたし、皆様と平日はもちろん土日祝日はこのように侍忍者ショーを通して皆様と交流を深めております。そんな我らはですが、この度6名のうち3名、正社3名、軽業乗り刺激の工場の3名での出陣にございます。他の忍びはですが、実は今相模の国、神奈川県は横浜の方に遠征に行っておるのですが、ゆえに我らの戦場はこの名古屋城県内のみならず、日の本各地、はたまた全世界へと出陣しておりまするがゆえ、ぜひともまた会いたい、そして少しでも詳しく知りたいと思うた方は、皆様の持っておるからくり機にて服部半蔵忍者隊と調べていただければ、我らのデッキ版ホームページなども出てきます。ぜひともまた我らに会いに来てくださりませ、お願いいたします。さあこの後は名古屋おもてなし武将隊の演舞、最後まで楽しんでいてくださりませ。また会おう。